時間を忘れてゲームに没頭したことはありますか？気分転換のつもりで始めたはずが、気づけば2時間、3時間、後悔しつつ食べる伸びてしまったラーメン。でもゲームは遊ぶだけでなく、作ることだって同じくらい楽しいんです。ユニティをお使いの皆さんはすでにお気づきかもしれませんね。自分の作ったゲームを世の中に知らしめたい、たくさんの人に遊んでもらいたい、より良いものにするためのフィードバックが欲しい、同年代のユニティユーザーとつながりたい、そんな望みを叶えてくれる大会があります。ユニティユースクリエイターカップ。それは全国の高校生や高専生および小中学生によるゲーム開発の全国大会です。2014年から始まったこの大会、回を重ねるごとに応募数は増え続け、今では学生向けゲーム開発の登竜門になったと言えるでしょう。参加条件はたった2つだけです。高校3年生以下、あるいはその年齢に該当する方、ユニティで作品制作を行っている方、つまり高校生以下でユニティをお使いであれば誰でも参加できるのです。ゲームを作ったらエントリーフォームに記入し、作品提出フォームからデータを送付してください。ソーシャルメディアを通じ様々な感想が寄せられるかもしれませんよ。そして審査を勝ち抜けば年末に行われる本選に選出されます。本選で行われるのは数分間の熱いプレゼンバトル。多くのオーディエンスが見守る中、受賞作品が決まります。過去栄冠を勝ち得た作品の中には任天堂スイッチや Steam でリリースされた作品もあるってこと、あなたはご存知でしたか？最後にもう一つお知らせを。 Twitter でシャープユニティ杯をチェックしてみてください。こちらは本大会の公式ハッシュタグです。大会に関することなら何でもつぶやいてくださいね。ユニティについてわからないことがあれば、このハッシュタグで質問してみるのもいいでしょう。ユニティに詳しい有志、それからユニティスタッフからヒントがもらえるかもしれませんよ。ハッシュタグシャープユニティ杯を活用し、素晴らしい作品が生まれることを私たちは願っています。